今日のレースどのように走ろうと思われたんですの？そうですね、昨日は何もできなかったんで、とりあえず力を出し切ろうと思って組み立てました。はい、道中いかがだったかしら？そうですね、風も強くてバンクも重かったんで、すごいきつかったです。それを見事な選考でしたわ。そうですね、その調子は悪くないと思うんで、はい、よかったです、逃げ切れて。はい、風はどうでした？気になったかしら？いや、もうめちゃくちゃ重かったです。はい、その中での逃げ切りでは皆様拍手をお願いいたしますわ。2走した足の感じはいかがかしら？そうですね、ちょっと、まあ、悪くないと思うんですけど、もう少し良くなると思うんで、明日も修正して頑張りたいと思います。もう一谷選手といえばずっと決勝を外してない。でもそろそろ優勝が欲しいとこですわね。そうですね、まだ1、2半戦でできてないんで、そして明日は狙っていきたいと思います。はい、ぜひ皆様応援お願いいたしますわ。それでは明日の優勝の意気込みも込めて、なんと一谷選手、高校時代パワーリフティングでご活躍され、全日本ジュニアパワーリフティング選手権で優勝、そして世界ジュニアパワーリフティング選手権で9位という記録をお持ちなんですの。ちょっと胸筋触っていいですの？どうぞ。すごい、すごいですわ。分厚いの、すごいわ。ちょっと見せていただいてよろしいかしら、腕前。はい、わかりました。お願いするわ。ベンチプレスね。よくご覧あれ。上げて、上げて、上げるわ。ありがとうございましたわ。一谷選手でしたわ。明日の優勝も楽しみに待ってるわ。そうですね、明日もこれをできるように頑張ります。